ラブラブじゃないか、愛子、デレデレ顔の蝶、密着通書にファン興奮、ちょっとドキッとした。歌手の愛子、コ、48が12日までにインスタグラムを更新。落語家で俳優の立川段春、57と会食を楽しんだことを明かした。この日、アイコは、段春さんとご飯食べた。やべえ。 お腹も心もチ切れそうと興奮気味に綴り、夜の街を背景にしたリアルタイム感あふれる立川との密着にショットをアップ。とりわけ2枚目では、頬を上気させた愛子がとろけるようなビッグスマイルを見せており、充実した時間を過ごしたことが伺える。先日の NHKFM、今日は一日愛子3枚のコメントのお礼も、 改めてすることができてよかったです。男春さん、愛子3枚聞いてくれてたんやってやべえ、と、立川が自身が出演した生放送ラジオのリスナーでもあったことに喜びを隠しきれない、様子の愛子。二人は2019年に行われた立川男春35周年記念公演、玉揺ら、玉揺らでも落語かける音楽の異色コラボレーションを果たしており、 業種の垣根を越えて交流を続けているようだ。愛子の立川に対する親しみが伝わる中睦まじいにショットに、フォロワーからは、ラブラブじゃないか。やべえ。何このデート写真。裏まピ。お二人とも可愛すぎる笑顔、大好きな人との思い出を私たちにも共有してくれてサンキュな、密着具合もやべえ。 仲の良い親子みたい、珍ツーショットでちょっとドキッとした。とテンション高めの反応が寄せられている。